こんばんは、花屋龍馬さん。結構悩まれてましたね。実はね、これね、まあどう答えても別にいいんですよ。いいんですけども、まあヒントめいたことっていうのは前回の動画で実は出ていたんですよね。1ポイントの案件ってあったでしょ、モッピーで。その1ポイントの案件をみんなはまたいでいくんですけど、私がね、どういうふうにその1ポイントの案件を見てるかっていうと、この1ポイントの案件も誰か ASP の担当者がどっかの広告主、会社に行ってですね、営業して取ってきて、でこのポイントサイトの会員様には1ポイントしかあげれない、1円しかあげれないけど、でもこれを設定したんですよね。2ポイントも3ポイントも同じです。例えばね、2ポイントのアンケートに答えようと思っても結構時間かかると思うんですよね。3分とか5分とかかかるアンケートなんですよね。何個も答えないといけないんですよ。でもその1ポイントの案件をユーザーさんに答えさせるために作ったそのね、アンケート用紙、取ってきた営業の労力考えると、じゃあこれ誰が一番儲かってるのかってことなんですよ。この1円の案件でどこに利益が残るのか、そもそも1ポイントのものなんて誰もやってくれないだろうと思ってそこに設定したんでしょうか、それとも何か重大な意味があったんじゃないかなってことなんですよ。この1ポイントの案件で実はね、こういうのもちゃんとやる人がいるんですよ。で、片方ではね、こういう1ポイントの案件だろうと3ポイントの案件だろうと一生懸命やる人がいる。片方の方では1ポイントかよっつってまたいでいく人がいる。これをもうちょっと身近な例で置き換えると、まあ、会社の経営をしてるとするじゃないですか。で、 A さんは月に20万の給料で頑張って働いてくれるんですよ。で、 A さんこれやっといてねって言っても一生懸命やるんですよ。 B さんに頼んだら20万でここまでやってらんないよ、なんで安いなってなってるんですよ。これどっちの方によりいい案件を振りたいと思いますかね。ということで、自分の立場、自分軸で考えているのか、相手軸で考えているのか、相手の向こうにいる人軸で考えているのか、もっともっとね、私たちは目の前のもので見るのを終わるんじゃなくって、もっとね、広く、それこそ集中してみないといけないんですよ。ちなみに集中っていうのは、よくね、一点を見つめるってことを集中だっていうふうに勘違いしている人がいますけども、実は集中ってそうではないんですよ。逆にですね、自分の感覚をパーッと開いていって、360度に自分のね、感覚感性を開いていく。そして集中っていうのは、あらゆるところから、あらゆる意識が自分に向かってくる状態のことなんですよね。でこれはちょっとマスターマインドっていうコースでもっともっと細かくやるんですけども、で今日それだけはお伝えしておきますね。集中っていうのは実は自分がここに集中するっていうのも多く使われている汎用例ですけども、実はそうではなくて、まあ、これは密教とかの世界なんですけどね、集中っていうのは意識を開いて全ての真羅万象から自分に集まってくる、その声やビジョンを捉えることなんですよ。まあちょっとアカシックレコードっていう言葉があるんですけどね、それが自分の中に入ってくるんですよ。だからそうなると、世界からジャーナリストから情報を取る必要もないですし、書籍から情報を取る必要もなくって、単純に宇宙の意識体っていうのかな、なんかそういったわけのわかんないところから自分の意識に、自分の内側にね、情報とか感情が湧き起こってくるという状態ですね。まあ、これをちょっとね、小さなフェーズで使うと、目の前の1ポイントがもうちょっと深掘りできるんですよ。1ポイントを持ってきた人、アンケートを作った人、その向こうにいる広告主、どんな商品が売りたくって、その入り口として1ポイントのアンケートを設定しているのかってことですよ。この1ポイント、2ポイント、5ポイント、10ポイントのアンケートって答えていくと必ずセールスにつながってます、ね、この仕組みを1ポイントやった人は見るんですよ。で、その仕組みの延長線上にアフィリエイトがあるってことを理解するんですよね。だから1ポイントをしっかりやる人って実はね、1円しか儲からないけども、未来英語を使える知識が手に入るんですよ。しかも1円のことは多くの人がまたいでいくんで、その人たちが素通りした情報と利益に自分だけが浸ることができるんですよね。ここにスタミナドリンクがあるんですよ。これね、まさにモッピーで購入したスタミナドリンクで 80%、84% がバックされるんですよね。今回言いたいのはそういうことじゃないんですよ。このスタミナドリンクの飲み終わった後の瓶ね、まあ価格にして100円ぐらいでしょ。でもこれを自分一人で作るとなると100円ではとても済まないですよね。じゃあどんな人の手がかかってるのかな。例えば瓶を作る業者さんにこれ外注してると思われます。ラベルを作る業者さんに外注してると思います。このスチールのね、蓋を作る業者さんにも外注してると思います。そればかりじゃないですよ。このリボビタンなんとかって書いてるラベルがあるでしょ。ラベルのデザイナーさんにも発注してますよね。それから中の成分見てください。
この成分を調合する薬剤師さんかなんかいますよね。こういう研究者の手も経ているわけですよ。プラスこういった材料を世界中から輸入してます。輸入業者さんにも広がっていくんですよね。まだまだ数えやればきりがないんですけども、トラックで運ぶトラックドライバーさん、店頭で並べる法人営業の方、そしてこれを実際にお金のやり取りをしてくださるドラッグストアの店員さん、まだまだ数えやればきりがないです。おそらく1万人ぐらいの手を介してこれが私一人の目の前にこう来たんじゃないかなと思うんですよ。で、私はこういうところをいつも見てるんですね、ということだったりね。まあ、いつもね、そんなことをね、じっくり考えながらやってる余裕がないよって言うんですけど、私はこれだから数秒っていうかね、 0.数秒でこれを全て感じながら、奇跡のような時代だな、ありがたいなと思うわけなんですよ、これがね、やっぱり石器時代だったら、まあ絶対に、ね、お目にかかれなかったですよね。こういったアルミのボトルもありますけども、アルミっていうのはボーキサイトから作ります。ボーキサイトの生成っていうのはそんなにね、1000年前からあったわけじゃないんですよね。ほんとわずか100年ぐらい前かな、電気ができ始めてからですからね、ボーキサイトっていうのは。ボーキサイトっていうのは強烈な電気がいるんですよ。その電気を介してステンレスがってできますから、アルミとかが。まあだから本当最近のテクノロジーでしょうね。こういった感じでちょっとね、生まれる時代が変わったり、ちょっと生まれる土地が変わっただけで、まあ、私たちはね、もう全然違う未来を生きないといけないんですよね。まあちなみにね、何が見えますかってことなんですけども、まあ今お話したようなこともあったり、だからいろんな答え方あるんですよ。自分で設定して自分で答えるんですよ、これは。だから何を見てますかって時に、どんなシチュエーションを自分が設定できるのかってことと、その自分のした設定に対してどんなね、質問と、それから問題解決を入れていけるのかってことが、ミッションといいますかね、別に問題を出すつもりはないんですけども、まあ、そういうのを私はするかなと、トレーニングとして、マインドセットのトレーニングですね、これは。まあだからね、どう答えてもらってもいいんですけども、例えば、ちょっとこれ新聞記事ですけども、新聞を見てね、これはいい情報しか載ってないんですけども、新聞を見て、最近の新聞って結構事件が多くなったよねっていう人もいれば、明るい話題が増えたよねって方がいますよね。それはだから新聞のどこを見て、どこに対して自分の意識を置いてるのかってことなんですよ。だから世の中がどんどんね、住みにくくなってきたよねとか、こんな時代になっちゃったよねっていう言葉ありますよね。今の時代っていうのは本当難しいよねって。じゃあそういうことを言う人にちょっと聞いてみたいんですけども、じゃあ江戸時代ってどうだったですかね、今と比べて。どっちが良かったですかとかね、石器時代の方が良かったですか、平安時代の方が良かったですかって聞くと、明らかにですよ、これは現代の方がいいに決まってるんですよ。ただ現代しか生きていけない人は、自分の持ってる悩みが昔なかったと思っちゃうんですよね、例えば携帯電話の悩みだったら、確かに100年前はなかったですよ。だからといって100年前が全部良かったっていうのはちょっとおかしいんじゃないかなとか、今みたいな時代になると、ものすごくね、人と人との関係がちょっと寂しくなるよねっていうことがありますけども、実際ね、人間関係作るのを下手な人っていうのは、100年前でもね、200年前でも30年前でも同じなんですよ。だって見てるところが自分のことを気にしてくださいってことですよ、人間関係下手な人は。でも自分のことはいいから、周りの人のことに気がついてあげようっていうふうに、そういうね、人の心を、自分軸から相手軸って言うんですけど、相手軸をちゃんと見てる人っていうのは、世の中はね、そんなに窮屈ではなくなると思うんですよ、ということでね、見るというキーワード一つっても、いろんな捉え方があると思いますし、まさにね、マインドセットっていうのは、みんな違うんですよね、で、ビジネスのマインドセットっていうのは確かにあるんですよ。できないことをできるようにしていく、わからないことをわかるようにしていく、つまりセールスが苦手な人はセールスを得意にしていくっていうことがビジネスなんですよね。で、コンテンツを作るのが苦手って人は、コンテンツを作るのが苦手じゃないようにしていくのがビジネスになってくるんですよ。だからね、お金を増やしたかったら物やサービスを売ればいいって言うんですけども、いや売るのがなかなかね、それができないんですよっていうふうにして、自分のできないのその経験のなさとかね、見識のなさをいつまでも持ち出すんだったら、それずっとダメですよね。今まではやってこなかったけども、新しい自分になって自分のビジネスを成功させよう。だって今までビジネスやったことがなかった人が、これからビジネスで成功させようと思ったら、今までやったことのない商品作りとかセールスっていうのを必ずしなくちゃいけないですよね。でも多くの方はなぜかね、それを避けて、なんとかビジネスでって言うんですけども、そのバットを振らずにバッターボックス立ってホームラン打ちたいっていうぐらい無茶な質問なんですよ。ビジネスはしたいけどセールスをしたくない、ちょっと話にならない。
う帰れって話になりますよね。お金は欲しいけども人からお金もらうのは申し訳ない、まあ、それもねこいつも帰れって話なんですよ。まるでねお金を人からいただくのが悪いことみたいに感じますけども、自分の大好きなものってお金払うときって楽しいでしょ。だからその人が欲しくもないものを売るから罪の意識があるんですよ。だからきっと人に物売るが良くないっていう方は、人に売っちゃいけないものをね今までずっと売ってきたか、そういうところばっかり見てるんですよ。だから何を見てますかってことですよ。私はですね、お金を貯めて大金をはたいてフェラーリを買って、いやフェラーリ納車したよって楽しそうに暮らす人ね、六本木ヒルズで何度もお会いしましてね、で私たちに見せびらかすわけですよ。フェラーリだみたいなね。そみんながねおーすげえとかなるじゃないですか。3500万ぐらいしたんだよねこれねと、洗車20万特殊塗料だからみたいな感じで、もうお金を払うねその痛々しさを朗々と語ってるんですよ。だから自分の大好きなものを買う、それにお金がかかるって結構ね嬉しいことなんですよね。で興味のないこととか押し付けがましいものに払うお金って1000円でも嫌なんですよ。だからもしねセールスに抵抗を持ってるとしたら、自分が買い手が損するものをねそれと知っていながら売ってきたってことなんですよね。それは申し訳ない気持ちになるじゃないですか、まあ、あとはねそうですね、まあセールスってのはねやっぱ相手のことをよく知らないとできないですからね。高いものが悪いっていうのもちょっと違うと思うんですよ。安っぽいものがダメなんですよねきっと。安いものとか、安ければそれだけコストがかかってないんで高いものにはかなわないんですよ。だからそれもねやっぱりこうセールスマンとして小畜梅と3つの料金設定があったら、一番いいものをね値段に関わらず進めないといけないですよ。だってもっといいものがあるのに、それよりも引きを取るものを買ってもらってありがとうっていうわけでしょ。このありがとうは嘘っぽいですね。だからもちろんお客さんには予算の都合がありますけども、どちらかというと10万30万50万という商品があってね、50万は手が届かないからとりあえず30万でっていう人に対してもったいなと思わないといけないですよね。だって50万っていうもっといいものがあるのに、ただお金がないっていうだけでそれに手を出さないじゃないですか。だからねいいものを高く売ってあげるっていう精神がまあ、ビジネスにはちょっといるんじゃないかなと思うんですね。これ売ってあげるですよ。そうすると大切に使ってくれるんですよね、まあ、ということで今回はね何を見てるのみたいな質問でしたけども、いかがだったでしょうか。まあ、いろんな口から切り口からねマインドセット言ってもらえばいいんじゃないかなと思います。それでは明日は松潤さんです。いってらっしゃい。